わってもいいよみたいな人を防げるわけないんです。目的なしに犯罪をする人たちって絶対的に増えると思うんですよ。貧困層って実は IQ が13ポイント落ちるんです。結構 SP の批判とかなんか言ってますけども、そもそもでさ、自爆テロみたいなもんじゃないですか。もう捕まってもいいよみたいな人を防げるわけないんですよ、 SP だとしても。でそんな無理なことをやらなかったからといって、なんか SP の方を批判したりみたいなことは、なんか俺は本質的に全然違うなって考えてますけども、もっとちょっと なんていうの科学的視点みたいなところを言うと、 IQ って皆さんの IQ ってありますよね。100ぐらいが基準なんですよ。だから90から109ぐらい、まあ、110ぐらいの間にもうほとんどの人はIQ いるんですけれども、そのそもそもで貧乏な人っていうのは IQ が低い人が多いので、まあ、IQ90 ぐらいだとしましょうと、低い方でね。でさらにその貧困層って実は IQ が13ポイント落ちるんですよ。だからその時点でもう70代に行っちゃうんですよね。だから大体70ぐらいって、まあちょっと言い方悪いですけども、知的障害者の方になっちゃうんですけれども、だからそういう方がやっぱ貧乏になると増えてくるんですよ。これ本当の話で、本当の研究の結果で、 IQ って金銭的豊かさがないと13ポイント下がるんです、もう人間って。そうだから、それって結構つながってんのかなと思って、最近不景気で平均的に僕らって本当に生きれないようになっちゃってるじゃないですか。だから毎日松屋を食べればみたいな生活をしてればいいですけれども、ただ例えば新卒の給料で20万円とか、20万円で手取りが17万円なんて、家賃でさ8万払ってどう生きるのみたいなもんじゃないですか。こんだけ物価だって上がって、物価めっちゃ上がってるんですよ。だからどん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 金銭的にやばい人たち、まあ貧乏な人たちが増えていってる。でそれによって IQ が下がって、 IQ が下がると貧困と自殺率って絶対的に比例するんですよね。で今自殺率は下がってるじゃんとか言われてるんですけども、その分死亡原因の不明率の死者数はめっちゃ増えてるので、死亡数自体はめっちゃ増えてるんですよね、実は。でそうなると、まあ、自殺者だけでも約2万人ぐらいいます。その2万人の中に IQ がもう本当におかしいぐらいの人たちが、それはなんか銃を作って銃で撃っちゃうとか、目的なしに犯罪をする人たちって絶対的に増えると思うんですよ。だから今回だって目的なんてないじゃないですか。例えば京アニとかさ、なんかそのアニメーションが嫌いだから火つけたとか、別になんか銀行強盗をするとかお金を盗むみたいな目的じゃなくて、ただ人を殺したいとか。でしかも一番厄介なのが、もう自分は死刑になってもいい、どうせ自殺するつもりだったからみたいな、そういう人がすごい増えてる状況じゃないですか。それは結構日本って今後治安がすんげー悪くなってる、まあ第一歩目だったのかなっていうのはすごく思いましたね、今回は。どう思います、皆さん、どう思います。はい、だって実際に皆さん年金出ると思ってるかもしれないんですけども、韓国のバッカスおばさんって知ってます？韓国に行ったことある人見たことあると思うんですけども、バッカスってなんかさ、汚い話ごめんね、日本だとデリヘルの方とか呼ぶとさ、なんかぐじゅぐじゅでうがいするじゃないですか。なんか韓国も同じような、多分それがバッカスなんだと思うんだけども、そのなんかそうバッカスを売って、でその路上で高齢者たちが身売りをする。だからひよひよのおばあちゃんで、スルメみたいなおっぱいをしたおばあちゃんが路上で身売りをしてるんですよ。なんでかって、年金で食べれないから。それってすごく韓国でも社会問題になってて、韓国って今不動産価格が暴騰して、もう若者とかも全部住めない状況になっているぐらい高くなっていて、でどうなるかっていうと、政府も面倒見てもらえないからホームレスになるか、身売りをそうやっておばあちゃん老後になってもしてる人が増えるかとか言って、本当に国の機能が、まあ、社会保障というものが機能しなくなった時って、誰も本当に保障をしてくれないので、こういう風な治安が悪かったりとか、身売りをしちゃったりとか、ホームレスになったり、それで自殺が増えたりみたいなところ、だから貧困って悪だと思うんですよね、どう考えても。今後日本はめっちゃ増えていくと思いますよ、めちゃめちゃ。選挙についてお願いします。まあ、選挙についてあまり僕言わない方がいいですね。はい。日本からお金持ちがどんどん海外に出てる印象です。これはやはり税金の関係ですか？どう思います？皆さん、お金持ちが最近どん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 日本から出てる事実はもう周知の上だと思うんですけれども、これは税金の関係ですか？僕的にもちろん税金の関係はあると思いますが、僕はお金持ちが住みづらい国、雰囲気だと思うんですよね。だから前回も言ったんだけれども、僕新宿から実家に帰るときに同窓会があってね、
で、なんか昔新宿近くのタワマンに住んでて、こうやって車で送ってくれるからって言って、車で、あ、俺昔ここに住んでたんだよって言ったら、友達になんだよってあげない、嫌味かよって言われたんですよ。別にその友達は仲いいからあれだけども、でも嫌味のつもりないんですよ。普通に考えて。昔住んでた場所に、俺昔ここ住んでたんだよってみんな普通にやることじゃないですか。でも、それってお金持ちがやると日本は嫌味になっちゃうんですよ。わかります？じゃあ、例えば、飛行機に乗って、ね、例えばビジネスクラスで、今から旅行行ってきますって写真撮るって、SNS に上げるとするじゃないですか。それって別にエコノミーに乗ってる女子たちもやるし、家族もやるし、みんなやることじゃないですか。でも、お金持ちがビジネスクラスでやると、それって嫌味になっちゃう国なんですよ。だから、お金、アメリカだとね、お金持ちって結構、正義の味方みたいな感じで、称えられてるんだけども、日本だとお金を持ってるイコール悪っていうような雰囲気がすんげーあると思うんですよ。で、これさ、誰だっけな、西野さんだったっけな、多分言ってたと思って、俺もすんごい同感、したことがあって、例えばですよ、皆さん。今僕ドバイに住んでるんですけども、日本からドバイって片道エコノミーで、だいたい、まあ今のハイシーズンだと20万円ぐらいするんですよね。20万円するんですよ、エコノミーで。で、だいたい飛行機って200人乗れるから、だいたいそのエコノミーだけの売り上げで4000万円ぐらい立つんですよ。で、ファーストクラスとビジネスクラスってあるじゃないですか。あれってだいたい160万円ぐらいするんですよ。160万円で何席ぐらいあるかって言ったら、だいたい30席ぐらいなんで、だいたい4800万円か。4800万円ぐらいビジネスとファーストクラスで売り上げが立つんですよね。だから、4000万円の売り上げのエコノミーと、4800万円のビジネスクラス、ファーストクラスで、約9000万円ぐらい。の売り上げが一回飛行機で取れるわけですよね。わかりますよね、これ皆さん。で、そんぐらい逆言うと、そんぐらいの価格にしないと飛行機で元が取れないっていう意味なんですよね。でも、実際にさ、皆さんビジネスクラスやファーストクラス乗ってる方、いると思うんで、経験あると思うんですけども、めっちゃ下打ちされたりしません？めっちゃ下打ち。わかりますよね。なんか、みたいな、こうやって通るときに、いえいえ、お前なんやねんと。そもそもで考えてみてください。じゃあ、いいですと。皆さん下打ちするんだったら、ファーストクラス、ビジネスクラス、全部飛行機から分取って30席ね。もう全部エコノミーにしたらいいじゃないですか。そしたらですよ。200席あったエコノミーが100席ぐらいね、30席全部取り除けば100席ぐらい作れるわけですよ。そのファーストクラスとビジネスクラスの場所に。だから、合計300席に、もう全部エコノミー平等だと言って300席にしたとしてね。そうすると、300席に1席20万円取ると、これ6000万円しか集まらないんですよ。ね。でも9000万円の売り上げが必要なんですよ。飛行機は当たり前に。さっきみたいにね。じゃあ3000万円足りません。ということは、3000万円足りない分を300席の人で割らないといけないから、1人20万じゃなくて30万になるわけですよね。意味わかります？だから、エコノミーの人が20万円で乗れるということは、当たり前にビジネスクラスとファーストクラスの人がいるから20万円で乗れてるわけであって、それをこうやって通るときに下打ちしてるっていうのはめちゃめちゃ失礼じゃないですか。それってめっちゃ日本で怒ってるんですよね。そう。これめちゃめちゃ西野さんの言ってることですよ。そうですよ。だから最初に言ったことですね。で、その話に僕はすごい共感を受けて、まさにその通りだと。海外とかタイでもいいし、ドバイでもいいですし、どこでもいいんですけども、必ず VIP シートとか VIP エントランスとかめっちゃあるんですよ。そう。例えばタイのショッピングモールだったら VIP パーキングとか VIP ラウンジとかめっちゃあるんですよね。日本ってないじゃないですか。そんぐらいなぜか知らないけれども、お金持ちがめっちゃ悪、なんか人と差をつけることが悪みたいな、めっちゃ言われるんですよ。わかります？だから逆にお金持ちが、先ほどの質問に答えると、日本からお金持ちがどんどん海外に出てる印象です。税金の問題だけじゃなくて、僕は税金の問題だけじゃなくて、そういうお金持ちが住みにくい雰囲気、まさにお金持ちがいても、まあもちろん税金もそうですけども、あんまり得をしない国だと思ってますね。そういう関係上、わかります？皆さん、これなんだかんだ言っても最終的に悪いのは俺ら国民ですよ。このどん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 落ちていく日本で唯一一番のことがあります。それは何だと思います？日本はアジアで一番社会人が学ばない国なんですよ。俺らは一番アジアで一番学んでない社会人なんですよ。わかりますか？学校で教科書を開いて、ちょっと意味のわかんないテストに合格して、あれで立派な社会人になった気にいますけども、世界に出てみてください。お前らなんてこんなんですよ。何にもならないですよ、あんな知識は。何にも使えないですよ。ルートなんて使えますか？社会で使わないでしょ。
社会では社会の学びを続けないといけないんですよ。年収400万円当たり前のね、ね、そこら辺の中流階級がどん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 いなくなって下流と上流になると言われてるこの時代ですよ、ね、貧富の差がめちゃめちゃ激しくなるんですよ。東南アジア行ってみてください。裸足で歩いてる子供もいればね、きれいな靴を履いて運転手付きで学校に来る子供もいる。その貧富の差っていうのはどうしても開いちゃうんですよ。で、その貧富の差の貧困の部分は犯罪率、虐待率、ね、学力全てに比例してくるんですよ。それ明確なんですよ。みんなは日本って資本主義社会っていうことを忘れてるんですよ。資本主義社会っていうのは資本主義を使う側にメリットがあるんですよ。じゃあどう使うのか。行動することですよ。学び続けることですよ。一番重要なのはバカからとにかく離れることです。バカと話すほど疲れるものってないんですよ。生産性が落ちることってないんですよ。自分の人生がどんどん落ちぶれてることってないんですよ。バカはいつでも否定的です。収入を上げたいなら学びなさいよって言えば、いやいや時間がないからできない、じゃあ朝早く起きて時間作りなさいよって言えば、いやいやいや面倒くさいから無理だ、すぐそういう話になる。もう思考が停止してるんですよ。もうほっといた方がいい。マジで一生くだらないテレビ見しといた方がいいよ、ね、社会の文句を垂れる、ね、その仕事はバカに任せて、やる気があるなら口を閉じて行動しなさいよ、発信しなさいよ。それでいいんですよ。明日トイレに流れるバカみたいな飲み代に使うんじゃなくて、そのお金を学びに使いなさいよ。バカみたいなテレビを見るんじゃなくて、その時間を学びに使いなさいよ。とにかくですよ、今はこの国っていうのはもう下りエスカレーターなんですよ。 GDP が下がってるんですよ、ね、この落ちてく日本で何もしないで止まるってことは落ちてると一緒なんですよ。それにまずは気づいてください。彼女とのデートで値段ばっかり気にするデート、ね、奥さんにも美容院にすら連れていけない生活、子供にだってバカみたいな教師で固定概念を埋め付けさせるような学校に行かせないといけない生活、親にだって親孝行すらもできないでずっと親の遺産を、ね、まだかまだかってハゲタカみたいに待つ生活、こういう生活が嫌なんであれば今すぐ行動しないといけないんですよ。学ばないといけないんですよ。それだけですよ。それだけです。 Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP college, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP college, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.